いいね、ゾキちゃん楽しんでる。まだっすね。ノリノリかよ。仮面ノリだじゃあるまいし。わあ懐かしい仮面ノリだ。ノリノリかよ。見てました。めっちゃ見てた。こうやっぱ俺トンネルズ3世代だからさ。池崎さんやっぱトンネルズさんだと思う。俺もうトンネルズさんだね、もろに。なんか、ゴッツとかが、はい、九州だからあんまやってなかったんだよね、多分。あ、そうなんですか、当時。うん。俺だって大学の時はもうテレビが見れなかったから、男子寮だったから。え、だから俺大学の4年間はちょっとちょっと世の中の動きあんま分かってなかったの。テレビ禁止なんですか？男子寮禁止。なんすかそれ。え、何の大学ですか？いやもう普通の大分大学の国立大学。え、そう。国立、え、大学で業務でテレビ禁止あるんですか？そんな強豪校の部活みたいな。はい、そう、なんかもう強豪校の野球部とかだったらね。そうですよね。もう男塾みたいなとこだったからテレビ禁止。え、何するんですか逆に。門限とかあるんですか？いや、なくて、はい、2人部屋で、はい、6畳で2人部屋なのよ。そこで机2個、ベッド2個入ってて、はい、パンパンっすよ。もうそれパンパンで、テレビは禁止。でもテレビが1個だけ置いてんのが、はい、談話室みたいなのがあって、はいはいはい、寮のね、寮の、で、はい、みんなで使えるスペース、はい、で見れるんだけど、はい、言ってもやっぱさ縦社会だったから、はい、やっぱそれはもう先輩が見てるから後輩が見たりはできない。え、縦社会って言ってもだって大学の単なる先輩ですよね。いやいや、もううちの部活とかじゃないですもんね。学部バラバラですもんね。多分学部もバラバラなんだけど、うちの男子寮はもうゴリゴリのもう上下関係、軍隊みたいになってたから。マジですか？そうよ、入学の時とかね、はい、オリエンテーションあるじゃん、はい、で、そんな寮だって知らないからさ、はい、入学してさ、はい、大学生活ワクワクしてんだけどさ、はい、1年上の先輩がその高額扉があるんだけど、それをバーコーンって開けてきて、はい、あれーとか言って、ちなお前なんだ、ならねーっつって、はい、でちょっとえ、何っつって、なんか始まったってヘラヘラしてたら、はい、何笑ってんだこの野郎みたいな言って、何この野郎っつって、で並ばされて、はい、番号っつって、急に番号言わされて、はい、5列渋滞並べっつって、はい、拍手ら、番号、1、2、3、4とか言ったら、はい、4じゃねーっつって、死者っつって。わかんないわかんない。そう、ルール知らない。そう、それで、はい、また1、2、3、4、5、6、7違う、7じゃーっつってめちゃくちゃ日本語に厳しいみたいな。そうで、あと寮のルールを教えてもらうの。そこで教えられるっていうか、先輩に、先輩に会ったらでっかい声で、はい、もう校内のどんな距離にいようとも先輩が、はい、でかい声でこんにちはって言うっていうルールがあって、そのそんなに遠くでさこんにちはって言わなくても、はい、言わなかったやつがいるっつって、はい、ブーって音が鳴るんだよ、はい、フロアに、はい、それがあったらなんか校内寮内放送みたいなんで、今日挨拶しなかった者がいるみたいなっつって、はい、今から行くみたいなって怖っ。2年が上がってきて、はい、あいつ出てたかいっつって、はい、そしたらこうみんなドアの前に一列並んで、はい、あれは誰か挨拶 しなかったやつがいるらしいです。え、誰かなんですか？誰か店屋さんで、ざっくりしてます。そうそう、お互い距離遠いから。そうそうそう、誰かだな。そうそうそう、寮のやつでもあるけど誰かは分かんない。そうそうそう、それで切れ方むずいから2年も2年もむずい、でも切れないといけないから。それで、そんなのあったもん。え、じゃあ逆に池崎さんが上になった時もあるんですね。そう、2年になったら、はい、俺もそっちになるから。おらーって言ってたんですか？やってたよ。おらー、並べーっつって。マジっすか？そう、それはもう伝統だったから。うわ、想像つかない。やんないとまた怒られるから、上に。あ、3とか4に怒られるんですね。そう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 、で4はもう神様、不死身。池崎さん、4楽しかったですか？4、まあまあだったね。なんかね、でもまあまあ、なんか厳しかった。
すごいですね、大学で。で、それがなんか学校でも問題になってて、はいはい、ちょっと男子寮やりすぎなんじゃないかっつって、はい、結局、もう今はそういうのないけど。反抗するやついないんですか？反抗するやつ…なんでそんなんやんなきゃいけないんですか？あー、でもね、めんどくせえですよ、そんな。そういう人らは、はい、あの、辞めるすぐ、1年でもう、あ、1日とかで、すぐ辞める。で、寮が1ヶ月、家賃、え、言わんかったっけ？いくらだと思う？寮ですか？うん、寮月、え、食事ついたりとか？まずね、食事なし、食事なし、家賃だけ。家賃だけだったら、まあ、3万とか。うん、そうですね。2人部屋よ、2人部屋、6畳で、はい、まあ、設備的には共同トイレ、共同風呂だね、大浴場。25,000。なるほど、はい、700円です。池崎さん、はい、それは我慢しなきゃ。ただみたいなもんだから。じゃあその安さを取るか、うん、先輩後輩のだるさを取るか、ね、そう、耐えれないやつは本当耐えれないと思う。よく耐えれましたね。そうね、耐えたら、はい、まあ、楽しくなったりもするんだけどね。飲み会とかもめちゃくちゃ厳しかったからね。言ってましたね。先輩から継がれた酒は基本断れないっていうやつだから、はい、本当にこんなどんぶり茶碗に先輩が、はい、焼酎瓶、こんなこういう焼酎瓶で、はい、できるっつって、はいっつってどんぶり出した。パンパン、すり切りいっぱいぐらい入れて、いただきますってクワッつって全部すげえ。氷が入ってる時ラッキー。うわ、氷入ってる、よかったって。今そんなんやってたら、そう、もう大問題やったよ。大問題ですよね、うん。え、どうなんすか今その量。なんか俺見に行ったのよ、はい、たもうすげえ綺麗になってた。俺が住んでた時はもう壁中こうクローズのスズラン高校って落書きだらけなの。だけどそれも綺麗になってた。じゃあもしかしたらもうその上下もないかもね。ああ、多分ないよ、絶対に。ネットとかでもちょっと言ったけど、2年になったらその男子寮を仕切る9人を決めないといけない。はい、な、何人ですか、人が。人がくらい、まあ、まあ学年によるんだけど、まあ俺の代は、まあ平成12年1人って呼ばれてたんだけど、はい、1人はね、初めは70ぐらいいて、徐々に辞めて、まあ、2年になったら50ぐらいになって、で、その中から寮を仕切るあの9人を選べないといけない。9人に選ばれたらもう寮を仕切る人だから、むちゃくちゃ厳しい人にならないといけない。だからそれに選ばれたら基本人前で喋っちゃいけないっていう。ええ , 笑顔は絶対見せちゃいけない。だから同学年のやつともそっからはほぼ喋んなくなる、はい、ボケたり。ボケれない。でずっとこうやって寮の入り口のところにその役員室っていうの、役員っていう給料なんだけど、役員がこうやって入り口をこうやって入り口ガチャッとこうやって睨みに立ちて、でそれにこう帰ってきた寮生がこんにちはってやってる。でそれをっていうずっとやるんですよ。いいぞっつって。そつまんないですね、その急に。だけど、なんかかっこよく見えたりするんだよ、もう寮に染まってくると、役員。役員なりてぇみたいな。いや、誰崎さん、立候補したんですか。俺、やりたくなかったんだけど、はい、寮長、ボス、はい、副寮長とかは結構やりたがりがいたから、はい、俺やるわ、みたいな、はい、で、残り1人、炊事っていう職を司る、はい、炊事っていうのが余ってて、はい、炊事が誰がやるかっていうので誰も手挙げなかったから、俺がこうちゃんとやるわっつってやった。うわ、炊事だったんだ。俺炊事。炊事はどういう方だ。炊事の主な仕事は寮生が食べる食堂の食券を作るっていうのが主な仕事。めっちゃ大変だよ。必要じゃない。大変それ。食券って手作りだよ。池崎さん、やらされてません。炊事も喋っちゃいますか。炊事も喋っちゃいますか。にらみ聞かせて。炊事はだからあの食堂があるんだけど、はい、みんな食券を持ってくるの、炊事、はい、が作った食券を、はい、手作り食券を、はい、
でそれをこう入り口で椅子に座ってて、はい、食券があるところにみんな手作り食券を持ってきて、はいはい、こう置いていくのをにらみ聞かして、はい、でこれもルールがあって、はい、片手じゃ置いちゃダメとか。ちょっとじゃあ例えば1年生お願いします。おい、やり直し、おい、やってやろう。いいぞで、手作りやってんすか。そう、手作りの食券用のあれを作って、一回だけこう月30日と31の日、1の日があるじゃん、はい、そう作り間違えてて、はい、31日がねっていう月を俺が作っちゃって、はい、大問題になったことあるね。めちゃくちゃ怒られた、副寮長。スイジはね、でも夜中食堂に忍び込んで、はい、余った米食えるっていう特権池崎さんがそのスイジの特権でやった悪いことあります？一番良かったのは、あのね、これ寮生は知らない人もいるんだけど、スイジになったら前のスイジが池崎、これやるわっつって、はい、鍵をくれ、はい、なんすかこれっつったら、これっつって北寮のある一室があって、炊事専用の部屋がある、炊事しか使えない一人部屋みたいなのが与えられて、はい、そこで食券作るの、はいはいはい、だからそこでめちゃくちゃエロ本読んでました。すいません、もうちょっと期待したな。いやでもそれは炊事の特権、一番すごい失礼なんですけど、なんか全員アホに聞こえます。すごいんだよ、だってそ9人に選ばれたら、はい、次の役員お前ら俺らがやるっていう9人が現れるでしょ、はい、ガンってなるじゃん、はい、でもすぐにはなれない。意見投資っていうのがあって、意見投資現9人がいるわけよ、はいはいはい、先輩の、はい、その現9人に意見投資っていうのがあって、寮とは何ぞやっていうのを言いに行かないといけない。お前らにとって寮は何だっつって、毎日毎日、はい、夜中ね11時とか12時ぐらいに、はい、その役員室に9人、次の9人が、はい、コンコン失礼しますって言って、はい、コンコン入れ、はい失礼しますって9人バーって並んで、はい、寮とは何だっつって、寮とは学生が勉強営みみたいな、はい、そしてみんなと仲良く健康に暮らすところですみたいな言ったら、はい、全然分かってないな、帰れみたいな。で帰らされて、はい、どうだったのかなって言って、で役員 OB がいるわけよ、はい、3、4年の、はいはい、のところにも行くわけ、はい、意見通しで、はい、しますとか言って、はい、次期役員の何々ですって言って、はい、で言われるわけよ、はい、その OB はちょっと優しくて、はい、OB もなんかちょっと、どう寮なんだと思ってんのって聞いて、はい、でも口調は優しいですけど、質問は一緒なんですね。質問は一緒なんだけど、寮をなんだと思ってんのって言って、はい、同じようなこと言ったら、はい、例えばあの風呂の使い方、はい、どう思う、なんであの風呂の使い方、なんで水道ああいう、ああいう使い方で、食堂のああいう使い方、なんでああなってるか意味があるそう考えてみたいって、はい、シャーッって言って、で9人がまた集まって、はい、なんとか先輩こう言われてさ、はい、ああそうか、なんで風呂ああやって使うのが寮の分かんのかなって言って、それ1ヶ月ぐらいかかるの、答えが出るの。30回以上それやる。でもそう毎日ですか。毎日やる。でずっと聞かれるの、はい、最後は、はい、寮とは何だって言われたときに、はい、じゃあ風呂はなんでこうやって使うか分かるかって言って、はい、なんとかなんとかね。で結局答え言うと、はい、風呂の使い方はあの入るときとか失礼しますとか、はい、あの隣に先輩が言ったら、はい、こんにちはとかなんか言う、はい、失礼しますとか、で食堂も隣に先輩が座ったらこんにちはとか言うとか、ルールがあったけど、はい、なんでああいうルールがあるか分かるかって言ったら、あれは隣にいる先輩と挨拶することによって会話のきっかけが生まれ絆が生まれるからです。
そうだっつって結局全て、はい、絆を生むための、はい、行動っていうのに気づくわけよ俺たち9人は、はい、で全てを、はい、水道を使うときはっつって水道のときは隣に先輩が来たら挨拶をすることで会話が生まれ絆が生まれるからですそうだろっつって食堂はっつってそうです全部一番全部もうほんと最後40分ぐらいのそういうスピーチをやって、はい、よしってやったらなんかおめでとうみたいなのって、はい、役になったらお前らみたいなのってめちゃくちゃ飯おごってもらえるみたいなそんなのあったすごい世界なのマジですごい世界じゃん。その量やっぱり配信になったのは絆強すぎるのか分かんないけど8年ぐらい住んでる先輩とかやってジジイみたいになってる先輩がいてもうだから社会に出るよりもそこにいる方が心地よくなってるそうそうもう汚いけどもうめちゃくちゃ敬われるからもう8年になってもう神もう神中の神みたいになってるからハスみたいになるから社会出ちゃったら一番下ですもんねそうチャンネル登録、ポチッと、よろしくお願いします。